フォーカセム実況の古川彩乃です。そして解説は友竹正春が務めます。友竹プロよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。それでは対局の準備ができたようです。フォーカセム132回戦東杯の開始です。132回戦はちーちゃから斉藤、そしてなんちゃに吉田、シャーちゃ川原、ペーチャ萩原の座順でスタートいたしました。監督斉藤の矢番です。ドラはウーワン、ドラが1枚ソースでコメンツできています。赤ウソは1枚、白がトイツです。川原はトイツが多い形、ピンズ1メンツできています。小原もソース1メンツ、ピンズ1メンツ完成しています。まあ、スピードは、まあ、こういうチートってのいいシャンペンですか。さあ形上は親の斉藤が先手を取れそうですが、うん、ね、チートイツでドラになったら行くのかな。チートイツもメンツとも見えている形です、うん、次に どっちになるかね、はい、生まれるところによってね決まりますから、はい、大体ね。これはつまみり、うん、ローズを引いたときは一旦やみたいにするのかな。ウーワン短期のどうなんでしょう。では性格的にリーチかな。斉藤はねリーチが多い、うん、テンパイですね。カンパーピン、萩原にテンパイが入っています。カンパーピン役はありませんが闇点としています、うん、ピンズのねタメンちゃんになったらっていうことでしょうね、はい、さあこれで川原はタンヤオへの振り替わり。親もいいシャンテン、どうなるでしょう。萩原の手代わりが早いか。この白の2枚目は吉田動きません。形が悪いってことですね。上の3色にしたいからこれでトン切るかどうかなんですけど、ドラを引いてきました。ただターツオーバーになっちゃうんで3色をやろうと思うと赤ウソとこの5、6を切らなくちゃいけないんでってことですよね。ここは急走を払って赤とドラを使い切って、うん、はい、リーチに行こうという構えでしょうか。チーソー、ん、難しい。ピンフにするかチートイツそのままかですね。チーソーはつもぎりです。はい、受け自体はね、受け入れ自体は、はい、まあどうなんですかね。ウソ切っといた方がね、あれなんですけど、形がどうなのかわからないんで。中原赤ウピンを引いてきたところ、またねこれね。受け入れが、うん、やっぱピンフの方を選択しましたか。ピンフっていうかメンツ点にしますね。メンツ点でね。さあトンが重なりました。吉田トンはまだ場には打たれていません。このトン今か、トンしますね。これで吉田はいいシャンテン、まあ白はないんでね、はい、マンズの方の受け入れ9万もないんでカンパーマンなんですけど、結局はい、スティーソとカンパーマンですね。これ悩ましいね、斉藤君の手も悩ましいですね。ずっとなんかこう、ね、どっちにした方がいいのか悩む、悩ましいですよ。ああいうの嫌ですよね。チートイツなのメンステなのみたいなね。ね、こう決めた方と裏目を引いてもってなりますもんね。まあ、好みもありますからね、どうしても、はい、好み、うん、チートイツだともうじっとしてなくちゃいけないっていうのも嫌じゃないですか。そうですね、萩原さんも変化しないね。そうですね、萩原はつもりが続いています。ただね、ピンズが他でもどんどん出てきちゃってるんで、はい、手代わりしたところでもいい形とか待ちがねそんなにあるかっつったら微妙なところですよね、はい。スーワンローワンっていうのはまだ結構ありますよね。スーワン
ローマンが結構残ってますでしょ。そうですね、スーワンとローワンは2枚ずつ持たれています。それだけ4枚山にいます。パーピン積もった。あらあら、積も上がりです。積も300、500、手割りする前にすんなり積もれましたか。はい、まあ、積もれたんでね、値段は二の次にしてきて感触は悪くないですよね、うん、はい。あと2曲です。吉田の親番、ドラは数番です。パッとしない、苦しい、ちょっとなんかね、はい、積もの着方次第ではっていうところですけど、なかなかね点数取り行こうと思うと大変なところもありますよね。先ほどはトップで、大逆転のトップで終わりました、はい、吉田です。やっぱね、4のまんまで終わってしまうのと1になって終わるので気分も違いますからね。はい、しかもこの200、先ほどのトップで 299.4 ポイントまで伸ばしています、うん、これは、ランキングでは3位まで上げてきました。だこの回またトップ取ればね、柴田君の上には立てる可能性ありますからね。そうですね、だいたい40ポイントほどの差なので、トップ取れば変わりますよね。最低45 で、最低45ですから。このハンちゃんもトップを取れば首位に立てるか。はい、さあ、なんちゃの川原なんが問いつ、ヤンマンはつもりとしました。本人もその辺はね、はい、気にしてるますでしょうからね、どうしたらってことで。本日ですか、パトンを仕掛けた斉藤です。スピードはねちょっとそこまで速いわけではないんですけど、打点は見込めますからね、はい、吉田君も今重なったんでチートイツのイーシャンテンになっています。にはしないと思うんですよ。トイトイですか、本日ですね、本日、本日とトイトイどっちでもいいよみたいな。こちらです、親の吉田ポンですか。さあ、G1 ポンして、これで斉藤イーシャンテンです。チュンがアンコになった。これが分岐点ですよね、縦を見るのか色を見るのかの。はい、先ほどはね、あのつもりさんアンコの形で、はいはい、つもり上げた3000、6000がありましたが、上茶との兼ね合いもあるじゃないですか。なるほど、上茶から想像は出てきそうっていう、はいはいはい、あ、そうじゃなくてピンズですね、ピンズが出てきそうっていうのもあって、本日の方がいいかなみたいな感じなんですよね。さあ、守備よくピンズを引いてきました。ピンズのね、本日トイトも見えますからね。さあ、仕上がれば高い。チートイツ、うん、チートイツになっちゃったら瞬間テンパイ取るのかな。何を引いてくるのか、何が来るかで全然ね。シャアはポンできますがしない。一応名本チートイツのイーシャンテンですから、シャアから行っちゃうと他が何切るのになるじゃないですか。ピンズ確かに迷うじゃないですか。はい、迷います。だから迷いはたね、あんまり嬉しくないんで迷うのは。あ、カンパワンでリーチ。さあ、萩原、リーチにいた。カンパワン。そして斉藤も天杯。ハクトパワンのシャンポン。あ、天杯。吉田が天杯。パーピン短期。パーピン。パーピンはないんですよ。今のところ。ないんだ。パーピンはない。ないんですよ。ドラの数ワンは打てるのか。打った。押していく斉藤、ここは勝負に行きました。白を誰も持ってないんだよね。あれ、この流派はどうですか。流派2枚切れてる。流派短期で行くかもしれない。流派短期にした。流派短期だったら誰 も、ね、持ってないの大体分かりますから。そうですよね、山に深いかどうかだけなんで。そして3人に囲まれてる川原、何切っていいんだか分かんないですよね。パーワンもまだ2枚ありますからね。斉藤君の町は4枚残ってるってことでしょ。そうです。誰が上がるんだ、誰が上がるの。
ズだね。マンズですね。マンズだね。マンズ。当たり牌ですけどね。嫌ですよね。これでパーワン短期にしたら鋭いね。パーワン、パーワン、親指で。パーワン止まりそう。まあ萩原さんの方の上がりになるんですけどね。はい。裏ドラがなければ2600なんですけど、斉藤君にも打てないですよね。斉藤君に上がった時はね、はい、ドラもありますから8000以上確保しなくちゃいけない範囲なんで。あー、打った。これは萩原の上がりとなります。リーチ赤2600。これ吉田君内心助かったと思ってますよね。助かったんですか。安い方だったんで。あ、斉藤だと8000点以上確保なんで。はいはいはい、萩原さんが8000点を得たらまあそれは一緒なんですけど。だから今のは切り替えですよ、はい、吉田君は。どうせ前順リーチって言ったらどうせともぎってる範囲だからって思います。そうですね、確かにそれはそうです。そういう気分でいればいいんですよ。ああ打たなきゃよかったとか思わずに。もうあのパワーワン積もってきた時の指の動きがかなりパワーワンかみたいな感じの動きだったんで、もしかして止めるのかなと思ったりしたんですけど、やっぱりね自分の手が美しさに惚れてしまったっていう、いや美しい手ですもんね、だってね、はい、100% 当たりかどうかは分からないわけですからね。はいはい、通ることだってありますよね。萩原さん今インシャンテにしなかったですね。と3局となっています。川原の親番ドラは数層です。こちら川原は赤ピンが1枚、ドラム1枚浮いている形。萩原これで関連層を引き入れて、先ほど9番取っておくと一応ね、はい、役はありませんけどテンパイは取れてたんですけど、一通とだからマンズのいいペーコーを見てですね今、はい、どれにくっつけるかみたいな感じで、うんうん、ローマンとチーピンの比較ですよね。ソーズは一通があるから、はい、残すんで。9番が再び帰ってきましたが取らないでしょ、つまりリ、はい、まあスーピンにくっつき直してもっていうのはあるんですけど、はい、うまくね、自分の思い通りに来てくれれば。納得のテンパイを組みたいですもんね。はい、だからドラとか来ちゃうとありがた迷惑なんで、ね、ありがた迷惑、ありがた迷惑。さあこれで川原チートイツですか。ドイツが増えました。斉藤はピンズが両面に変化、単葉の形です。そう、これはもうやめてんですね。もう今度ドラが来てくれれば単品に変化するんでね。はい、出たで、まあ2000点ですけどね。さあここ萩原の上がりです。ピンフドライチ3局萩原さんが上がってるんですけど、はい、点数的にはそこまで大物は上がってないので。確かに、また平たい、まあね、3万点ちょっと出たばっかりですからね、はい、あと4局でサリワラの親番、この親番でってことですよね。爆発したいですね、はい、ここまで上がりを重ねてまいりました。サリワラの親番となっています。あ、今度は国士見ないんですね。そんなにだっていっぱいありますよ、新ちゃんいっぱい。うん、だけど時間かかりそうじゃないですか。時間はかかりそうです。だったら夢見てる方がいいじゃないですか。うん、そうですね、夢か。なんだかんだ言ってね、意外とそっちの方が早い場合もあるんですよ。スルスル進む時もありますもんね、はい、あの無駄なものを持ってこないでね、はい、すんなりっていうのもあるじゃないですか、はい、どうしてもそういう気持ちいいことばっかり考えなきゃいけないですね。私なかなか夢見れないんです、はい、
そんなにこうなんか都合よく欲しいのばっかり引いてこないんだろうどうせみたいな、なるほどね、気持ちにすぐなっちゃうんです。だからある程度自己都合で考えなくちゃいけない、はい、ところもあるじゃないですか。はい、そうですね。ちょっとネガティブなんで。え、ネガティブなの？はい、ネガティブなんですよ。そんなことないんじゃないの？いや、悪いことばっかり考えてる。さあ、吉田6、7、8の3色も見えていますが、どう進んでいくのか。ペーちゃんの顔、川原はペーと流派が統一です。まあポンするかもしれないですね。2枚、まあペーがないんですか。ペーは2枚打たれている、はい、失礼いたしました。うん、これでピンズが伸びてきました。ペー切るんですか。ここはペーの統一落とし、まあ受け入れ重視ですよね。はい、ピンズを伸ばしていきたい。斉藤仕掛けを入れました。9ピンの地位から789の仕掛けですね。川原も流派を仕掛けた。西安店ですか。いいピン切るんですか。いやら、これはいや、二差しの3色はあるから3万つもぎりたいんですけどね。はい、タイヤの方が早そうだっていう可能性もあるじゃないですか。そして吉田も形上はいいシャンテンになっています。6、7、8にしたかったんですが、萩原さんにしてみればなんですんなり数万なんか組むんだよっていう感じだよね。そうですね、麻雀って本当そういうところある、意地悪だよね、はい、これどっちにするんですかね。パーワンは1枚切れ、ローマンも1枚切れてるんですよね。ガカンパーワンにしました。川原カンローワンにしそうな気はしないでもないんですけどね。そうなんですか。うちに広がるじゃないですか、両目の変化は、ね、そうですね、うちに寄せた方が。ただ瞬間の出上がりをどうなんでしょう。斉藤君が1枚持ってするでしょ、上の3色やってれば、はいはい、本一ではないからチャンタとか上の3色やってるんだったら1枚は持たれてる可能性あるじゃないですか、はいはいはい、ってことは1枚出てると最大2枚ですから、まあ、6も8もそんなに遜色はないかなと思うんで、斉藤に Q1 が切りにくかったとかっていうのもありますかね。まあそれはね、さすがに両面両面のチャンタの仕掛けはなかなかしないじゃないですか、三色とか、はい、あ、パワーワンだ、パワーワンが来ましたよ。川原の上がりか、上がりですね。川原が上がりました。流派赤1、2000点の上がり、どっちでも上がれてたってことですね。6万も萩原さん振ってるんです、はい、そして何一色と振りました。さっきと違って展開が早いですね。先ほどはね、あの流局も流局が多かった。今回親の連チャンないですからね。そうですね、ない局です。スムーズに進んでますよね。ドラは G1、 あ、ドラドラだ、シャンも統一、いいシャンテンですよ。他も1枚ある。本州テンパイ取るかもね。川原がチを1枚持っていますが、もう1でそう、さすがにポンテン取りそうですね。これ8000点ですか。そうですよね、8000点ですか。両面の、はい、ちょっとズルじゃないですか。ズルだよね。テンパしたらリーチ打つよね。私は打ちますけど、どうなんでしょう。シャンポンになった場合でも、シャンポンか、チューンだけしか期待できそうもないじゃないですか。さあ、萩原2枚目のペアは仕掛けました。確かにそうですね、シャンポンになった場合はどうしたらいいんですか。いや、かけるんじゃないですか。闇店でチューンっていうのもありますけど、あ、違った、チューンじゃなかった。萩原さんがポンしたからね、はい、一応自敗は流れそうだったらケアしておこうかなっていうのもあるんじゃないですかね。そ
そして斎藤も6、7、8、あ、リーチにいった、うん、吉田のリーチはチュンとチーワンのシャンポン、噂のリーチ、うん、かけますよね。そしてこの斎藤も6、7、8、イーシャンテン、ただかけるとチュンが止まっちゃう可能性もあるんでね、うん、っていうのは、はい、どっちもいいか悪いかは微妙なところですけど、さあ吉田、うん、河原さんからは出そうもないですからね、はい、あとは親の斎藤が追いつくかどうか、はい、ああこれは6、7、8は崩れたがリーチに行った、マッチはロー9番、あー詰まった、大吉田詰まがりです。3000、6000ですか、リーチ、ツモ、赤、ドラさん、3000、6000の詰まがりです。勝負どこで決めてきますね。そうですね、さっきの勝負どこで跳ねまんですからね、羨ましいよな羨ましいよなっていやだけど、大きいじゃないですか、はい、大きいですね、みんな目が覚めますよね。もうさっきの1回戦目で目が覚めた、あ、目覚めた、ね、だってさっきの前回のあの半ちゃんもすごい上がりが、はい、いいですかね、はい、ありましたもんね、萩原さんの6000しっかり、萩原さんの6000だけど、あれって感じだからね、あれね、作ったんじゃなくて、たまたま借りてみたいなところからですもんね。そうそうそう、それでもね、つもりは嬉しいですから、はい、そんな6000オールで文句言わないです、ね、言わないですけど自身が狙った6000オールと違うじゃないですか、偶然こうなっちゃったみたいな感じで、あ、テンパですか、桑原イーシャンテン、イーシャンテンですか、イーシャンテンですね、イーシャンテンですね、ただすごくいい形、あ、ただナンがもちもちだ、もちもちもちだからちょっと厳しいね、捨てるわけにもいかないもんね、ダムナンだからね。そうですね、こちらの川原のイーシャンテン、だからイスジーピン埋まったらリーチですよね、多分ね。そうですね、私だって黙ってらんないやっていきそうですよねそうです、そうです、意地がありますから、それはね、私だって上がりたいですから、まあ、羽まん積もられたら羽まん積もればいいんでしょうみたいな感じで、あ、これで両面に変化した、広くなりました。だけどイスジーピン引いた時どうするの、これスチーワンにするんですか、だってドラスーワンですよ、あ、そうですか、それもありかな、あ、自分が積もれるかどうかってことですねスーワンが埋もれば迷わないじゃないですか、確かに、そして親の吉田、スーピン打っていきました、ゆったりとね、萩原は急走をポンしています、完了走の天敗チュンちゃんた、うん、まあドラが来てもね、はい、チュンがありますから振り返ることはできるんで、わあ赤ウピンも来た、今先にウーワン切っとくのもあるんですけど、すんなり上がりましたか、つま上がりです。700、1300ですかね。チュンチャンタ、700、1300。これで何3曲、ね、早いよね、はい。さっきと違って流曲がない。先ほどね長かったですもんね。いっぱい曲数があったんで。流曲が多かったんでね。さっきは、ね、多かったです。今回は流曲がないんで。上がりをバシバシ決めている。はい、その差大きいよね、やっぱりね、だけど点数ない人はこういうの嫌だよね、こういうの、こういう展開でさっさって、あ、曲がどんどん進んでいっちゃうってことですね、斎藤君はつらいですよね、もう親番残ってませんし、はい、一つ順位上げるって最低満貫は必要じゃないですか、そうですね、満貫積もるね、はい、じゃあただ赤ドラのメンツができています、うん、斎藤頑張りたいところ、南三局川原の親番です。ドラはウーピン、カンちゃんが埋まった、ここでね川原さんが一上がりしちゃうと、つま上がりだとね
さらに斉藤君は厳しくなるんです、はい、どうするかですよね。そして上の、ね、トップ争いが熾烈になっていく、うん、さあ親の川原ドラが埋まってくれればいいんですけどね。ドラはでもウーピンは斉藤が1枚持っているだけで、ね、赤の山にありますよ。ウーピンが1枚持ってるだけですからね。3枚残ってますからね、はい、ウーピンウーピンとか入るもんねそれすっごい嬉しいです ね, ね。ウーピンウーピンって入ったらもうただそれでもテンパした時に形が悪くなっちゃうからあれですけど、ウーピンウーピンって弾けたらついてるなって思いますけど、はい、これで良くなってきましたね。川原は太陽の形になりました。シャーチャサイとシャンパトイツです。だから3900じゃ物足んないってとこなんですよね。うん、ここで3900上がってもまた次に上がりが必要ですもんね。上がりが必要になるんで、どうするんだろうね。これ4統一じゃないか、3統一か。ちょっとコツコツした手配ですが、目いっぱいに構えました。テンパイですか。さあ先制でリーチを入れたのは吉田。待ちはリャンウーピン。ここはね引けないですけどね、親としても。何外すの。ない、まっすぐないですね。まあ、チーピンはありますけど、チーピン切りたくないですからね。はい。そしてこの3層を斉藤が仕掛けました。もう3900でもよしですね。リーチ棒もありますから。ただもう一回上がらなくちゃいけないんでね。さあどうなるのか、ね、シャア誰も持ってませんしね。あ、シャア横に1枚来ましたね。あ、チーワン引けた。テンパイだ。シャアとローソーのシャンポンは萩原さんが危ないのか。進むとシャアですからね。確かにリャンピン食い下がってますね。リャンピンここに来た。川原は何切るかですよね。親ですが、うん、この親は何としてもね守りたいとこですから。どこ外すんですか、これ。安全なもの何もないですよ。リャンピン積もりると吉田の上がりとなる。リャンピンは打たないと思うんですよね。嘘。斉藤君がリャンピン掴んだ時どうするかですね。うーん、ウーピンがどこにも行かないんですけど。本当ですね、全然顔出しません。これどっちどうするんですかね。6万の方切るんですかね。ウーパーもちょっと厳しくなりつつあるんですけど、チーピンですか。チーピン。しかももうリャンピンないんで、吉田が上がるとしたらドラの方になりそうですもんね。なるんですよ、ウーピンなんですよ。ウーピンか、ウーピンか、違う。川原なかなか追いつかない。キュアも通っていない。もう受けに回っちゃいましたね。ちょっとここでチートイツでうまく粘ろうっていうところですよね。そしてウーピンまだいい、3枚いるんですよ。チートイツこれでいいシャンテンですよね。さあ粘れるか。どうにか親を連チャンしたいですね、川が、ね、押せるか。ローソーにした。さすがにサブロピンは打ちづらいですもんね、ドラマタには。これまたシャア泣いてサブローピンで、うん、はい、復活はありますね。時間かかりすぎちゃってるんでね、シャアがね、なんですんなり出てこないのみたいなとこもあるじゃないですか。はい。あ、シャアだ。ポンですね。これでポンして再び斉藤テンパイです。サブローピン。そしてウーピンは依然残ってる。山にいっぱいいるけど引けない。3ピン、3ピンは打たないですよね。川原さん受けてますから。
サブローピンも意外とないんですよね。あ、本当だ、サブローピンも薄い。だからウーピンがかなり山の奥深くにまとまってる可能性が。そうですよね、もう濃度はすごく高い。 あ、ね、あ、G1 引いて、これイーシャンテン復活、川原です。どっちが先だ、違うなあ。まあこれで斉藤くんがウーピン持ってきても一応、あ、ウーピンだ、はい、さあここは吉田がつも上がりとなりました。千二千ですか。リーチつもドラです。千二千のつも上がり早いね、これね。そしてもうオーラスですね。藤原の親番となります。ドラは9番。そしてこれ本当に吉田2連勝、はい、目前です。今の千二千いいですけど、まあ萩原さん親ですからね、はい、前回でも連チャンというところでね。そうですね。吉田は何が統一、うん、川原は赤ウソが1枚、ドラが1枚、そして萩原赤ウアンとドラが1枚あります。キューピンを引いてきて、まあ、どこを取るかみたいな選択ですかね。はい、さあオーラスを迎えています。ちょっとね先ほどとは違って差ができてますからね。テンパイ速いだ。しかしこれは選択が見事にはまった形、はい、カンウソを引き入れてのリーチといきました。アリアラの街カンパーワンです。普通はかけづらいんですけど、はい、この局面そんなこと言ってる場合じゃなくて、やっぱりね誰も親にはあんまり迎えたくないとこじゃないですか。はい、迎えたくないですね。自分が主導権取ってということですね。実際にまだ2枚ありますからね。はい、パーワン山に2枚います。さすがに迎える人が少ないんで、あらドラドラになりました。これ積もれば4セオールですからね、うん、そうするとまた再逆転ですよね。今日は逆転の嵐ですね。ね、カンロースを引き入れた一歩前進、うん、ただ川田さんもねどうなんでしょうね。リーチも出たんで満貫でいいんですか。一つ順位を上げるためにはいいシャンテンですね。どんどん手が進んでくる。これも戦いますか。戦うんじゃないですか。どっちで戦うかなんですけど、ピンデが埋まった時、はい、どっちで戦う、どっちで戦えばいいんですか。どっちで戦おう、まあ、普通はチーピンまではローワン勝負してね、はい、ピンフにしますよね。ただ切りづらいのもあるから。あ、パワーワンが1枚回収されたぞ。残り山に1枚、まあそう簡単には出ないでしょうからね。そしてチートイツのイーシャンテンでもあります。斉藤斉藤君が6球満引いちゃったらどうするかですよね。パワー勝負するのかですよね。点数的には足んないんですよ。河原さんまでだけどリーチも出てるんで、満貫積もれば一つは順位上がるんですけどね、はい。さあどうなるんだ。ドラが出てきた。これで川原さんもチーピンが埋まったときはローマンが切りやすくなったんで、はい、進めやすくなりましたね。さあそして3ピンで手が止まっています。だドラが9万じゃなければペンチーマンがね、はい、ないと思えば打てるんですけど、マンズの上はちょっと切りづらいところもあるじゃないですか。はい、そうですね。これでもうローマン打ちやすくなったんで、あ、リーチかけない。闇点。坂原の闇点はスチワン。まあ出ても一つは順位変わりますから。坂原どうだ。スチワンローピン押してた、まあ。通しやすいですよね。三ピン九ピン通ってますからね。中筋でしたね。はい。リーチだが、これは萩原の上がりとなります。リーチ赤ドラ7700、まあね、はい、斉藤君もね勝負に行って、ええ、
リーチ宣言杯が萩原の上がりとなった。オーラスが続行です。オーラス自重する選択肢もあったんですけどね。自重する選択肢、サイトですか。はい、9の方じゃなかったんで入ったのが、はい、6だと積もって裏ドラ条件になるじゃないですか、はい、9を積もってさらに裏ドラがないとっていうのもあるから、はい、自重する選択肢もあったんですけどね。勝負に行きました斉藤でしたが、萩原の上がりとなりました。難易4曲一本馬、ドラはパーピンです。ただ受けるって言ってもなかなかないからっていうのもありますね。結構、はい、嫌でしょうけど本人としても。さあ斉藤ピン付近の手配、うん、6ブロック気味に構えて、6ブロック、まあ3色うまくいけばおまけがつくかなみたいなね。はい、ここね、両門を外す、うん、萩原さんもね、もう一回上がらないとかわすことはできませんから。はい、現状2着ですからね。そうですね、吉田との点差が700点。斉藤はこれでいいシャンテン。吉田天杯、吉田がリャンウンのピンフの天杯を入れています。萩原もカンチーワン引き入れた、一歩前進。ただもう吉田には天杯が入っている。ここはウーアン統一で、ウーアンがまだ2枚残ってるね。ウーアン2枚残ってます。リャンワンも2枚残ってますね。リャンワンも2枚残ってます。天杯ですね。だけどこれはいけませんね。ちょっとウーパーは予想が引きたいですね。あ、リャンワンつも上がりです。あっさりとですか。ピンクつもドラです。700点、700、1300のつも、あ、そうか、ピンフツモドラ、うん、そうか、700、1300ですね。はい、の一本馬ですね。800、1400のつま上がりで吉田が2連勝を決めました。132回戦トップから吉田、2着萩原、3着川原、4着斉藤という結果で終了いたしました。さあ、本日2回戦ご覧になっていかがでしたか。そうですね、吉田君が勝負どころで大物手を決めて2連勝っていうね、はい、一番いいなんか終わり方をしたっていうかね、最後も自分で上がって、はい、だから1回戦ね、オーラス何回もテンパイ取れたのに1回は崩して、はい、そうですね、ね、あれもまあらしいって言えばらしいですけどね、はい、まあ、素直に言ってたらウーパー袖上がってたかもしれないっていうのもあったんですけど、はい、どうだったかその辺は分かりませんけど、これでかなり上位までいけて2連勝です。今トップじゃないですか、トータルで、ね、おそらくトップになったのではないでしょうか。うん、このあと成績表が出るので、そちらをお待ちください。だから斉藤君がね、言いたかったですよね。はい、上も目指したところでちょっとね。そうですね。勝負どころで勝負負けしたっていうか、はい、斉藤君にしてみれば。河原さんもなかなか手は入ってたんだけど上がれず。はい。萩原さんもそうですけども、だから勝負手が上がれた人と、なんかね、そうですね、うん、上がれなかった人の差が出たのかなみたいなね。はい、それぞれね、勝負点は入っていましたから、はい、ね、上がりまでこきつけた吉田が本日は見事に2連勝という結果で終わりました。さあ、成績表が出ました。本日吉田2連勝で首位に立ちましたね、はい、そして斉藤は少しポイントを減らして、もともと12位だったところから16位に少し下がりました。そして萩原が、始まった時は25位でしたが、こちらも少しランキングを下げました ね、うん、ね、はい、はい。そして川原もスタート時24位でしたが、本日はちょっと苦しい展開ということで、はい、以上の結果になりました。そして、次回のフォーカス M なんですけれども、次回のフォーカス M シーズン7は、対局者が瀬戸熊直樹プロ、沢崎誠プロ、
宮内梢恵プロ、三浦智弘プロ、以上の4名での対局となります、うん、皆さん大好きな澤崎さんの麻雀がね、まあ復活ですよね。はい、見れるということで非常に楽しみにしております。はい、はい、そして、実況は草原優、解説は本日対局いたしました斉藤プロを迎えしての放送となります。そちらも皆様ぜひお楽しみにお待ちください。それでは本日はこの辺で失礼いたします。長時間のご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。またお会いしましょう。さようなら。